木こり仕事を描いた1910年の絵画。受け口の反対方向から追い口を入れる。こうして切り込みは互い違いの状態になる。西洋式の伐採用斧。両刃式の斧は硬い木と柔らかい木を切り、分けるため葉の研ぎ具合がそれぞれ異なる。樹木に足場用の板を打ち込み、その上に乗って作業する。 この写真で言うと、人が寝転がっている部分が受け口。現代の木こり、チェーンソーを使う。木こりとは、森林の樹木を斧などにより伐採すること、もしくはそれによって、生計を立てているものを指す。小婦やソマフとも言う、昔話などにもよく登場する職業である。着きるというラ行四段活用同士ルトの複合同士の連用形。 木切りからの転生名詞と考えられる。切るは木を切る、伐採するの意味。ごくわずかに苗字として用いられる場合もある。木を切り倒す作業は、かつては斧、またはノコギリを併用して行われてきたが、現代ではチェーンソーを用いることが一般的である。チェーンソーの取り扱いについては、必要な資格を確認すると,とともに、適切な服装を選択する必要がある。 また、必要に応じてのこぎり、くさび、くさびを打ち込むハンマー、ロープ、ウインチ、バールなどを使用する。まず、安全に抜刀させる方向を確認し、受け口を切る。受け口は、直径の14から13程度を目安に、水平方向から切り込みを入れ、さらに髪型から水平の切り込み面に向け30度程度の角度を持って、斜めに切り込みを入れる。 受け口によりできる三角形の木片は取り除く。切り残しの部分は、鶴と言い,い、後に倒す、際のスピード、方向をコントロールする要素となる。次に、鶴の部分に反対方向から追い口を入れる。追い口は、受け口の高さの2、3程度の高さを目安に、水平方向に切れ込みを入れる。追い口を入れることで、鶴は、流木の自長で座屈し、 受け口方向へ倒れるため加減を入れながら行うことが基本である。切れ込みを一気に受け口まで入れることは立ち木の倒れる方向や速さを変化させることから危険である。直径の大きい木は敵に切れ目にくさびを入れてハンマーで打ち込むことで倒したりロープとウインチを併用して抜刀方向を制御する。こうした作業をべてで稼い農林業機械で行うこともある。 干ばつなど流木が密生して行う場所では、抜刀した木が、隣の木にかかり完全に倒れない、かかり木が発生しやすい。かかり木は、放置すると不意に倒れることから危険であり、その場で対処することが必要である。対処方法は、その時々、状況にもよるが、鶴の調整によっては、陶器を回転させたり、木回し棒を用いて回して落とす。根本にバールなどを当てて、 テこの原理で抜刀した木を安全な方向へ根気よく動かし、立木から離すことが原則である。危険ではあるが、かかり木に向かって新たな木を当てて、その両方を倒す技術もある。安全に作業するために、ワイヤーで引っ張りながら抜木することもある。玉切りの様子。椎茸の穂だけなら1メートル前後、角材などは4から5メートル単位で玉切りをして、搬出する。 抜刀した木は枝を落とし流通を考慮した長さに切る作業の後ウインチやケーブルクレーングラップルなどにより引き上げられトラックや輪内作業者によって輪外へ搬出される大規模な傾斜の緩い伐採地であればブルドーザーなど大型重機による引き出し奥地でかつ高価な木材であればヘリコプターによる搬出がごく稀に行われる このような作業の過程は、事故が連鎖的に発生することが多く、熟練の作業者が丁寧に安全を確認しながら実施しても、これを完全に防ぐことはできない。林業労働者の労働災害発生率は、平均的な工場労働者の10倍から20倍以上になるなど、非常に危険な仕事の一つとされている。ありがとうございます。